ポジションゲットしてくコンディション Right Love Banani 今度おしゃれなパンティ食い込むパーティーセクシーレイディギミリコプナーニおしゃれなパンティ食い込むくらいシェイキシェイキシェキューアバーディおしゃれなパンティ食い込むパーティーセクシーレイディギミリコプナーニおしゃれなパンティ食い込むくらいワイニワイニワッチです。ペニーさんの曲がね発売されるんですよね。そうですね、8月。いよ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 広めたいっていう話ですもんね。そうね、曲をやっぱり曲を知ってもらいたいし、曲をっていうかもうそもそもみんなスラックネスって前ラジオで言ったじゃないですか、うん、分かってないんですよ、うん、そう、この曲を通してこのダンスホールカルチャーをいいですね広めていきたいよね。うん、うん、でダンスホールファンを増やして、はい、いたらいいなと思って。じゃあダンスホールなことでやっていこうってことやね。そうだね、ダンスホールでペニーさんって言ったらやっぱ踊るって感じだもんね。ワイニーです。ワイニーだね。ワイニーっすね。街中でワイニーしてペニーさんが女の子とワイニーを本当にできるかっていう。街中で。街中で。ハードル高い。道端、道端。街中で道端どう。道端やばいでしょ。道端ワイニー。捕まるから。なんで？だってやっぱラガな感じの方がいいんじゃないですか。アミシャツ来てるんですか今日。来てるけど。アミシャツ見せて。アミシャツ着てるよ。アミシャツ、アミシャツミスターアミシャツ先輩。アミシャツ大事ですもんね。うん、アミシャツ着た男がワイにできるかという。曲かかってワイに成功したときに T シャツ脱いでアミシャツになるっていう。アミシャツでワイにしてるところがやっぱりいいと思うんで。ラガかな。ラガと思うんで。どうすかねそれ。やってみようか。やってみます。じゃあ女の子に何とか声をかけて。街中でワイニーをできて、ワイニーをできただけじゃなくてそこで T シャツを脱いで、まず、うん、OPKP あるじゃん。 OPKP? OPKP おしゃれなパーティー、はい、フィーコムパーティーを、うん、出すやつ聞いてもらって、うん、聞いてもらってノリが良かったらそう発展していくみたいな。ああなるほど、うん、作戦的に、うん、その作戦いいですね、うん、聞いていい感じに乗っかっ女の子がこう踊ってきたところに近寄って、うん、いきなり後ろ回ったらやばいもんね。おかしいでしょ。いきなり後ろやばい、うん、捕まるから。やばい。何曲入りでしたっけ。3曲3曲入りとりあえず、うん、3曲入りの EP がジャメリックリディムで出ていくんですよね、はい、それを、Y にできたら皆さんがあのダウンロードをねお願いしますっていう企画ですよね。あ、そういいね、それいいね。違ったんやそれぐらいでそれぐらいいきますか。お願いしたらいいんじゃないですかそれ。みんなが Y に成功したらダウンロードお願いします。Y にできるわ、ダウンロードしてもらえるわ、めちゃくちゃいいですねペニーさん。いや、まだわかんないから、できるかどうかは、うん、まあ、ユニレコスタイルでやっていきますか。そうですね、ちょ聞いてみますか、とりあえずペニーさんの曲。そうやね、OPKP OPKP、ちょっとこれ、Bluetooth いけます。うん、坊主ですね。別のデバイスの接続準備が完了しました。マジで街中ワイニーはずいな。ビーチが良くない。ビーチ来たっすか。来た、行きますよ。 This is Penny。 これですね。今夜もベストポジションゲットしてくコンディション Right Love Banani。 今度おしゃれなパンティー食い込むパーティーセクシーレイディギミリ
コバナーニー、おしゃれなパンティー食い込むくらい、シェイキシェイキシェイキウアバーディ、おしゃれなパンティー食い込むパーティー、セクシーレイディキミリコバナーニー、おしゃれなパンティー食い込むくらい、ワイニワイニーワッチです。なんだか今夜は胸騒ぎ、クラブに漂ういい香り、誰誰誰君超可愛い顔もかっていう感じですね。なるほど、これいけそうやね。いけそうですね、うん、ノリが。これ歌いながらやっぱやった方がいい、ね、やった方がいい、やった方がいい、うん、まず聞いてもらえますかって言って、聞いてもらっていいですかって言って近寄って、で乗ってきたところに、あ、これどう、もうワイニーをスレッチ歌いながら、はい、俺がこうワイニーの動きするじゃん、それに対して女の子が乗ってくるかどうかみたいな。ワイニーじゃなくなったんですか。いや、ワイニーよ、ワイニー、女の子の方から来るのかどうかみたいな。ダンスホールだったらさ、うん、来るじゃん、うん、で、それをダンスホール以外のところで俺が歌って、うん、女の子が反応してワイニーしてくれるのかどうかみたいなね。ちょっとレベル上がってないですか。いいですか。あ、まあとりあえずその作戦でいくってこと。じゃあそうしないとやっぱ俺からやっちゃうとなんかちょっと犯罪的な。いやいや、それはダメですよ絶対。無理やりはダメよ。いや無理やりとかしないけど。パターンで言えばワイにさしてくださいってお願いするのか、踊らしてやらしてくるのかの2パターンのうちの踊らしての方ってこと。ワイにやらしてもらうもんじゃないからさ、ワイにって。そうですね、そもそも、うん、だからそういうことで。うわ向こうのその気持ちを高めて、うん、どんだけ高くればワイン。そうしますか。じゃあそうしよう。やっぱそれがかっこいいよね、うん、さすが、さすがっすね、さすが。マイク欲しいね、そしたら。マイク、うん、繋がってなくていいんですか。わ、うん、かりました、わかりました。それに行こう。やばいっすね。じゃあとりあえず街中って、でも この辺本当工場地帯よ。どこでもいいや、言ったらダンススクールとかも行ったりね、どこでもいいんでしょ、前にできりゃ、うん、聞いてもらえたらね。聞いてもらえればいい。キララビーチとりあえず行ってみる。あ、キララビーチですね。そうしますか、うん、じゃあ俺らの海、キララビーチでとりあえず前にできるか、うん、行ってみますか。ボンネットで三点倒立とかしてほしいです。いいですね、うん、ボンネット3点取ってやばいですね。なんて歌うんですか。ん？ボンネットで3点取るって新曲どう？これまっすぐだっけ。ペニーさんまっすぐっすよ。ほんとは右やけど。めっちゃ聞いちゃうやん。やめてそれ。やめてそれ。ゴールデンマイクそんな扱いしないでよ。撮ってもらうってこと。あ、撮ってもらって。そりゃそうやろ。撮るわけないやん。そうだよ。